はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、賃貸借の終了と原状回復義務について解説いたします。で、一応民法は617条と620条って書いてあるんですけども、まあ、それ以外もちょっといろいろありますので ETC っていうふうに書いてあります。で、まず上ですね、上2つが賃貸借の終了の話で、下が原状回復義務の話になります。で、まず期間の定めがある賃貸借契約だったと考えます。例えば契約期間を1年にしましょうとか、契約期間半年にしましょうって、契約期間、貸す期間ですね、物を貸す期間っていうものを定めていた場合、この場合その期間が終了、期間が満了をすることで賃貸借契約は終了となります。つまり存続期間、まあ、存続期間というのはいわゆる契約期間なんですけども、契約期間を1年って定めているのであれば、1年を経過したらそれで賃貸借契約は終了するんだという話ですね。で、続いて期間の定めがなかった場合、このもの貸しますよって言ったけれども、いつまで貸すかっていうものを決めていなかった場合、この場合まず当事者、まあ、賃貸人とか賃借人はいつでも解約の申し入れができます。貸主側から、賃貸人側から、解約させてくださいっていうことも可能だし、あと借主側、賃借人から、もう返しますって言って解約の申し入れをする、これいつでも解約の申し入れできるんですね。じゃあいつ賃貸借契約は終了するのか、この終了時期、これがポイントとなってきます。で、これは貸したものによって異なってくるんですね、いつ終了するかが。まず土地を貸した場合、青空駐車場として、まあ、土地を貸しましたといった場合、解約の申し入れから1年が経過したら契約終了となります。で、続いて建物の場合、例えば一時的に使う目的で建物を貸した場合、この場合は6ヶ月経過することによって契約が終了します。で、通常建物の場合っていうのは、まあ、例えばアパートの貸し借りとかですよね、この場合っていうのは借地借家法が適用されるんで、まあ、その場合はちょっとルール異なるんですけども、今回は民法の話ですね。例えば一時使用目的で建物貸したといった場合は民法が適用されるので、まあ、そういった場合は6ヶ月が経過すると賃貸借契約は終了するということです。で、続いて動産とか貸借ですね。動産っていうのは例えばパソコンを貸しますよとか、時計貸しますよとか、バッグ貸しますよとか、まあ、そういった場合ですね。で、貸借っていうのは、まあ、座敷を貸すっていう場合なんですけども、例えば分かりやすい事例で言うと、例えば体育館を貸しますとか、グラウンドを貸しますとか、まあ、そういった場合もこの貸借に当たります。で、こういったものについては解約の申し入れから1日が経過すると賃貸借契約は終了するということになります。なので貸すものによって賃貸借契約が終了する時期が異なってくるということなんで、この辺は注意をしておきましょう。で、続いて原状回復義務ですね。賃貸借契約が終了した時に賃借人は損傷を原状に服する義務を負います。賃借人が物を借りてから返すまでの間に発生した傷ですね、そういったものは賃貸借契約が終了した時に元に戻しましょう、現状の状態に戻さないといけない義務を負いますよっていう話です。これ原状回復義務ですね。この服するっていうのは元に戻すといったイメージです。まあ、回復させる義務といったイメージですかね。まあ、例えば借りている側が夫婦喧嘩をして、まあ、旦那様が物を投げて何か建物の一部を壊してしまっただったりとか、まあ、お子様が、クレヨンで、壁にですね、落書きをしてしまったとか、まあ、そういった賃借人の責めに帰すべき自由な場合、賃借人の責任で生じた傷っていうものは原状回復義務の対象なんですね。で、一方で例外があって、賃借人の責めに帰することができない自由によるもの、つまり賃借人の責任じゃない理由で生じた傷、例えば地震があって壁の一部がちょっとひび割れしてしまったとか、まあ、これっていうのは賃借人の責めに帰することができない事由ですよね。賃借人の過失、賃借人の落ち度で生じた傷ではありませんので、こういうものについては例外として原状回復義務はありません。また通常損耗、
通常損耗っていうのは普通に生活していて、使っていたら、まあ一定のやっぱ傷とかって生じるんですよね。例えば画鋲の穴だったりとか、あとは床のへこみとか、こういったものについては通常損耗に当たるので、賃借人は原状回復する義務はありません。まあ言ってみれば、この通常損耗っていうのは賃料に含まれていると、まあいったイメージで考えていただくと分かりやすいと思います。また経年変化ですね。経年変化っていうのは、物っていうのは時間が経つことによってやっぱり劣化していくんですよね。例えばフローリングであればフローリングがちょっと焼けてきたりとかってやっぱするんですよ。畳とかもそうですよね。まあそういったものについても原状回復義務はありません。なので原状回復義務についてはこの例外が重要なので、例外をしっかり頭に入れていただければと思います。あと期間の定めのない賃貸借契約の場合、いつ終了するのか。ここですね。この部分もしっかり頭に入れておきましょう。また当事者はいつでも解約の申し入れができるんだよ。これでも出題されやすい部分なんで、しっかり頭に入れていただければと思います。